13番の藤岡、3番の岸田で、右の方は樋口20番、メートルスローポジションに来ました。ここは右サイド決めました。そんな中で若手に頑張ってほしいという中村監督の話もありました。あ、今日ゴールマウスを守っているのは桑原さん、そして塩田決めた。ご両親の前でポイントを決めました塩田真奈美。今のよく取りましたね。はい、さあそして長いボールがつながってこのウイングだ。3番の石川とか、もう一度南、秋山ラムシュート止めた。これも止めた。もう一度拾ってこれも止めた。これは大事ですね。いやで秋山から南、そしてここは7番の新沼決めた。22番上地はちょっと引き気味、そして上地が真ん中から今度上地に振る、サイドに振って江藤決めた。江藤美香今日最初のスコアになります。確実を追求したんですかね、今ね。そうですね、今ちょっとでも迷うところであると思います。はい、秋山ロングシュート。いいですね。スをどうやって抜けていったらいいですかね。あ、これまたボールを渡してしまいました。そこになる秋山から高木結局自分で行く。決めた。早いですね。なかなか入れないように守ってます。井口ここも入れない。オライスキップ決まった。今のはすごいですね。よく取りましたね中山選手。中山から樋口、樋口がボールを持ってここで藤岡真ん中空いてるぞ。あ、いいですね。シュー今のいいところで打ちました。もうあの泉さんの強いところだなと思います。高木から中西、そして正面回り込んで、あ、ここでいいシュートですね。ブラインドになりました。ナイスシュート。高木今見えなかったですね、きっと。前節一勝を挙げた、本当に喜んでました。さあここで抜けていく。中西がこれで連続得点。タイミングでピストンするのか、はいはい、まあ、出た人がもっといくかですね。さあサイド岸田だ。ループー決まった。ナイス。坂本のシュート、ちょっとこれは力がなかったか。泉さんチャンスですね、はい。さあ速攻になって秋山から、あー1対1、ちょっと止まったか。止めた。これは中決めました。後半、ね、頭から、はい、山本選手もあの大阪体育大学の出身で、秋山そして辻止めた。ナイスセーブ。しかし拾い直している。ここで安藤が入る。足元決めたですかね。そうだと思います、やはりそこ抜け目ないというか、はい、もう仕方かな部分だなと思いますね。上地のシュート決めた。いいですね。これは狙ってました。流れ自体は悪くないんですけど、まあ、テラスホテルズは今負けているので、はい、1点ずつ積んでいくことが大事なので、はい、まあ、点取った後のディフェンスですね。あ、これ速攻になった。岸田決めた。あ、ナイスです。よく取りましたね、はい。まだしかし優位に試合を進めています泉メープルレッズ。南のシュート決めた。同じようなポジションからシュートを決めました。18番の南、向こうは藤岡長身、そして岸田が待っているが、ここで井口が飛び込んだ。右サイド決めた。落ち着いてましたね。ここで22番の上地正面から行くか。さあ佐藤につながる。決めた。佐藤美久ナイスシュート。この試合最初のスコアを上げました。9点となったところで7人攻撃。あー、しかしここでミス。ちょっとこの辺でミスが多くなっている。キーパー戻るが届かない。なので本当1点1点、はい、やることやるだけですね。ボール奪ったか。つながっている。カノー決めた。これをマイボールにしたいですよね、テラスホテルズは。キーパー清宮、左サイド決めました。落ち着いてましたね。はい、こじ開けるか。樋口二人が挟む。しかし江藤が拾ってる。あ、しかしナイスセーブ。清宮、まあお互いにいろんなキーパーを出しながらのゲーム展開になって、樋口が抜けた。いい、ね、ここは樋口がした。樋口選手いいですね。もう流れってのはこういうもんなんでしょうね、試合の中での。さあ近藤の春、南、
ここでつながって近藤決めた。近藤のシュート決まりました。ベンチ大喜び。すごいですね。はい、さあこれで10点差に戻しました。31対29。ここは決めた。しっかりとお返しをしました。あのおーユンテが取りに行く。おまいつなぎだ。中西が決めました。ナイスパスです。ボールもう一度上地、どこで引き出しを開けるか。正面から上地決めた。このパターン後半から上地。残り5秒。樋口ボールを持っている。残り3秒。シュート決めた。これは意地です、ね、これは意地です。樋口選手と最後まで、はい、行ってくれますね。最後樋口が決めて26点目を取ったところでフォーンが鳴りました。33対26で泉メープルレッズがこの名護での今シーズンの2つ目の対戦勝利を奪いました。やっぱ良くなってきているところはたくさんあると思うんですけど、やっぱ崩れた時の修正がまだまだできていないと思うので、やっぱそこをしっかり修正して次の試合に向けてやっていきたいなと思います。本日はご声援ありがとうございました。昨年から課題にしてた攻撃力のところを少しずつ克服できてきて、まあ、上位とも戦えるようになってきてるんですけど、やっぱ最後の爪の甘さで今日もちょっと敗戦してしまいましたが、次戦必ず勝利をまたお届けできるように頑張っていきたいと思いますので、また会場を足運んでいただいて選手の背中を押してください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日熱戦繰り広げてくれましたザ・テラスホテルズラティーナの皆さんでした。ありがとうございます。